お前が独身なのもわしにも責任がある。え、考えてみればわしらは運命共同体、長い間連れ添った夫婦も同然の関係じゃないか。なあ、これからも隠し事はなしだぞ。ちょっと待ってください、わしらはそんな関係じゃ。いいや、お前の目を見ればわかる。黙っていてもお前の気持ちは痛いほど伝わってくるんだ。失礼します。冗談じゃない、部長にあんな趣味があったとは。こんなところに車を捨てちゃダメだよ、あんた。捨ててません、停車しているところです。まったくマリアといい、部長といい、なんでわしは男にばかり言い寄られるんだ。どうして女にはモテん、こんないい男なのに。うわっ、は、刃物店、早まってはいかん。え、うえーっ、うっ、りょうつ、話を聞いてくれ。ま、部長の話は結構です。一体どこへ行くんだ。銀行ですよ、銀行。銀行、銀行に何の用だ。金ですよ、金。それ以外に何がありますか。いかん。それだけはやめろ、何でも相談してくれと言ったじゃないか。わしも一応大人ですから。だから大人同士の、男同士の付き合いようだな。もう部長にはついていけません。急いでくれ、リョーツのやつ銀行を襲う気だ。早くしないと銀行閉まっちまうぞ。